Rallies。 お二人の役割分担についてどういうふうに話し合われますか？特にそういうのはなく、まあ、ないというか、本当にお互いのひらめきだったり、もちろんプレーレシーブ入るときに、まあ、戸上が例えばチキータだった方がいいって思ってて、僕がちょっとサーブを変えてくるからストップした方がいいっていうのが噛み合わないときが結構あるんですけど、まあ、お互いはお互いを信頼しているので、その時その時によって感覚じゃないですけど、すんなりこうこっちっていうのは自然に決まります。役割分担っていうのは正直ないんですけど、意外とこう意見が一致したりするので、やっぱり思ってることは一緒だなって実感することが多いので、まあ、ラリーになるまでサーブレシーブっていうところですごくこう僕たちは意識して、まあ、そこでこう点数になることが非常に多いので、そこを重視しながら話し合ってます。世界選手権に向けてのご準備の仕方とか、今後のちょっとスケジュールについてお伺いしてもいいですか？まあ、4月の上旬にあのブンデスが試合入ってまして、まあ、1試合だけ参戦して、その後、まあ、ドイツに滞在するのか日本に帰国するのか分かんないですけど、中旬に WTT の、 あのタイが入ってるので、一旦そこまでかなと思います、うん、4月の7日からチャンピオンズが2大会あって、それが終わったら帰国して、そこからは世界選手権に向けてという形になります。